すごい爽やか。素材の味って感じ。ごぼうの臭みとか全くない。すすぎる。超高級ジェノベーゼじゃがりこみたい。なんだこのじゃがいもの美味しさ。超高級オーガニックジェノベーゼ風味じゃがりこみたいな。ハマっちゃう美味しそうだ。
し楽しかったです。大分の県産のものにこだわってて、本当あんなシンプルな材料であの旨味が美味しさが出るってすごいなと思って感動した、感動しました。甘いで、待って、嘘すごい、嘘、一枚目にすごい、こんなことあるんですか。サロット、サロット、あ、すごい、すごい、嘘、一袋買っただけなのになんと一番レアなやつが出ました。あ、さっき見たなんちゅうのめっちゃいい写真とかもある。これちょっとハマりそうですね。なんかこれちょっと皆さん集めましょう。嬉しい。そうですよね、新キャラクターななまるくん。
しい。口の中の爽やかになる。この一粒で一生味わえる。麺も美味しいけど、スープが深い。最後の一口。ごちそうさまでした。美味しかったです。
ポン。ゴリゴリプリプリ。ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかった。すごい大分名物がいっぱい食べれたし、なんか値段もリーズナブルだし、メニューもすごい多かったから大勢で来るのもいいだろうなって。Thank you.
ジューシアンチョビの香りがね、すごい。
と合うけどね。元気になってきた。あのところに座ってるのが順位の高い猿らしいです。お尻食べれるといいね。すごい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 。カヤ詰まり始めた。あーすごい。わー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 。モリモリ食べてる。市内でも温泉が入れるし、あとグルメもあちこちのグルメが食べれるのでいいなって思いました。では最後まで見てくれてありがとうございました。まだー最後までご覧いただきありがとうございます。これからも更新していくので、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。